みなさん、こんにちは。こんにちは。なんと昨日、パパがカブトムシを3匹、どうぞ。ゲットしました。イエーイ。で、今からお家作りをしたいと思います。まず、衣装ケースは買ってきました。498円で。あとは、カブトムシのゼリーと、あと虫除けシートを買ったので、それ以外を今から準備したいと思います。えいえい。おなんか今から土を入れます。これ何言うの。あとで混ぜ混ぜして。あと私もね、そんなあのカブトムシ買ったこと2回目なんですけど、腐葉土でいいらしいんですけど、腐葉土がないのでもみ殻堆肥を入れます。家にあるものでね。よし、お身柄大変。重たい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 。待ってよ、これにこれにで、ちょっとね、ちょっとだけ残ってるんですよ。2年前ぐらいのやつか。あ、混ぜてください。ちょっと待ってよ、今度は。はい、混ぜて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 、よいしょ、混ぜて混ぜて。はい、ちょっと土入れますよ。はい、はい、ちょっとぐらい普通の土入ってもいいよね、多分ね。はい、混ぜてください。混ぜて混ぜてね。スコップが良かった。スコップが良かった。ちょっとつばき混ぜて混ぜて。スコップが良かった。うん、まあ、つばきのスコップどこかな。つばきのスコップここあるやん、これ。あ、そう。はい、どうぞ、これでやって。よし、はい、混ぜた。そう、もう危ないよね。混ぜ混ぜした。オッケー。そう、ふわふわかな。だいたい5センチから10センチぐらいがいるみたいですけど、どう、ふわふわかな。どう、こんな感じ。うん、これ何センチな。これでざっくり5センチ。うん、こんなぐらい。5センチはある。7センチぐらいはあるか。オッケー。じゃあそれに残ったこのね、多分こういうの本当は買うんですよね。はい、昆虫マット。よし、これを上に引いてあげよう。ペッペッペー。いくよ。これ混ぜないからね。上にふわふわ広げてね。これ広げてね。あ、オッケーオッケー。これそうは混ぜないから広げてね。あ、そうま、当てでもいいよ。うん。広げてね。ふわふわふわ。暑いですよ。湿気てますよ。暑い。うん？どうですか？どうですか？いい感じ。いい感じになった？ふわふわ平らになった？よーし。よし、こんな。あ、いいね。これでさすがに10センチはあるよね。お、大きい大きい。オッケー。じゃあ今から木を取ってきまーす。はーい。はーい。では木を。では木を取ってきたので木を入れたいと思います。どうしようかね。多分、登れた方がいいから、こう。お。これはどう？そうま。感じ。ね、で、つばきのこれは長いから、あ、これはどう？いい。あ、もうこれでいいじゃん。ね、うん、ね、よし、これで今から餌をあげる入れ物を作っていきまーす。これ。よし。では、今からこの昆虫ゼリーを入れる入れ物を作りまーす。ただこれがね、いらない木がいっぱい入ってるんで。おー。2個ぐらいいるってパパ言ってたから。これとこれで作ろうか。うん。ね。では、これで穴を開けていきます。パパ、ママ。うん？ママ、当たって。ね、サイズを切っていこうかね。ちょっと待って、何個？ 2 個。丸1個、2個。こ、ね。はい。はい。これさ、このまま多分丸して、丸してやってしまったら。違う、違う、これ。多分あれやから、ちょっと小さい、中をくり抜いたらいい感じかな。よし。では、深さ3センチのところで、3センチぐらいなので、そこでマスキングテープをしたいと思います。暑いね、湿度すごーい。やっぱ汗かいた方が最近気持ちいいもんね。こんな感じでいいでしょうか。よし。くるくるくる。この深さまでやっていきます。よし、穴開けよう。今のイクーした？何今の？やめてよ。くっさっさー。
くっさっさ、あ、そう、穴開くよ、それ。よし、熱い。そうだ、ちょっと内側だから、結局こっからちょっと内側なんだね。こんな感じか、こんな感じ。ちょっと内側を、やばい、顎から足が滴り落ちております。では行きます。まあ充電足りるかな。はい、飲みに、飲みやね、みのちゃうやね、飲みやな、飲みに変えました。すごいね、音ね。これやったら確実にまっすぐ行くもんね。まさかここで活躍するなんて。よし、ではちょっと雑ですけど、一応穴を開けることができました。はい、サマク入れてみてください。入りました、イエーイ。あとは穴を開けていきたいと思います。やったね。ちょっと、このあたりはこれで削っていきたいと思います。ね、地味な作業だけど。でも、よかったです。飲みがあって。こんな感じで結構深く掘りましたね。3センチ掘ったもんね。あと頑張って引き続き穴を開けていきたいと思います。よし、今左目開けてるんですけど、 1,2,3,4,5,6 7角形なんですけど、あのペリってめくれてきました。やってしまいました、残念です。できました。一つ入れてみてください。じゃん、入りました、やったー。何喜びに、何やのそれ。とりあえず一つできましたが、なかなかの力作業でした。ちょっと中はぐちゃぐちゃですけど、もう一個頑張ります。二つ目もなんとかできました。結局はじめと同じみたいにドリルで4箇所ぐらい穴開けて、で、のみで、7角形に入れていきましょう。ちょっと、つばき、うんち行く？なあ、オッケー、わかったよ。今から、このね、周りの枠を消すのに、サンダーで、これで、これ150なんですけど、これで削ったら、これが、この色が取れますんで、綺麗にしていきます。兄ちゃんが、ヤスリ上げやってまーす。やりたい、はい、はい。あ、それ椿のだよ。終わり。え、じゃあ椿にちょっと貸してあげて。1,2,3,4,5,6,7,8 頑張れ頑張れ、きれいきれい。きれくない。え、なんで。汚い。え、それママがやった。椿汚いし。椿できたらさ、ゼリー入るかやってみて。どう、その横のゼリー入るかな。入った、やりました、完成です。いいよ、じゃあ今からゼリーを開けて入れます。置いて、はい、これ入れて、はい、その、はい、そう、ママそっち行って、そっち、これどれや、もうザリガニさんちゃうわ。ゼリー、はい、ゼリー、はい、ゼリー、はい、はい、つばき食べ、これは食べない、いい匂いする、どう、甘い匂いする、うん、オッケー。なんで鼻ついたん。ぎゅぎゅ、いいよ。つばきどこに入れる、ここ、うん、はい、ソーマはどこ、ここ、こっち広いところ1個入れてあげたら、うん、ふわふわやね、うわ、ちょっと埋めたろ。よし、ではこれでカブトムシを入れよう。おー、カブトムシを入れます。え、ソーマ触れんの、ママ無理やで、ね、おお、怒ってる、あ、怒って、おお、ひっくり返った、よし、あ、じゃあママ入れるよ、ちょっと、いい、なんでみんな触らない、ごめん、え、おお、振り引き入った、全然取れてない、よし、お、落ちろ、サマ一匹落ち、あ、蓋が閉まっとる、蓋が開けて、よし、よし、いけ、いった、あ、ひっくり返った、頑張れ、サマ、木貸して、その木、ちっちゃく木貸して、これ、木捕まったらさ、
ほら、気つかまったらさ、こうやって起きれるらしいで。気つかまったら、あ、全然取れてない。起きれるんだって。ほら、ほら、ひっくり返ったでしょ。焦ったみんな触れないという、パパ以外みんなカブトムシを触れないという。はーい、完成です。よかったね。あー、全然で、購入した防虫シートなんですけど、あの蓋とこの容器の間に挟むやり方と、このように蓋にかぶせて貼るやり方がありました。で、こっちにすると、あの昆虫がこのシートに絡まないみたいなんです。なので、上からかぶせて中に巻き込んですることにしました。この兜が息子は気に入ったようです。どうですか？いい感じ。はい、どうですか？いい感じ。頑張りましたね。よかったです。はい、じゃあ引き続き頑張ります。他の作ってるものも頑張ります。せーの、えい、えい、えい。